たっぷりですね。ね、ちょっとね。お風呂紹介してないじゃないですか。お風呂紹介してない。しない。この後紹介しますよ。すごいかもしれない。紹介しますよ。紹介しますよ。わかりました。じゃあもう一回中継で出てくるのね。ちょっと待っててくださいね。あ、やってくるのね、やっぱり。ぜひ、はい、次はね、鬼界にある絶景の。読み始めました。情報は必ずね、真面目な子だな、これ。はい、ありがとうございました。というわけで、この後は絶景露天風呂から中継します。と、その前に。ジャラン高級ベアランキング第1位、伊豆高原。特別な日におすすめの牧場宿。今回も謎の美女が1位の宿をしっぽりリポートします。お宿があるのは海と山を同時に味わえる伊豆高原。国の天然記念物大室山や白浜中央海水浴場など夏に行きたい人気の旅行スポット。そんな伊豆高原にある高級宿とは。え？お迎えはなんとメンツ。贅沢気分を楽しみながら向かったのは高級ベアランキング第1位、伊豆高原にある大人のリゾート座魚荘。座魚荘、仲間の足元をお気をつけておいてくださいませ。すごい、顔見せないね。何この演出、全然顔見せないわ。何回か撮り直しましたね、これ。角度が。よろしくお願いいたします。館内には維持するのに月70万円ほどかけている生け花があるなど、旅人を最高級のおもてなしで受け入れてくれます。そんなお宿のお部屋とは。ここなんかおしゃれですね。掛け合ってる丘で。広い。外にプールがついてる。そしてお待ちかね、夜は幻想的なひとときを過ごすことができる座魚荘の露天風呂を堪能しましょう。気持ちいい。こちらが座魚荘自慢の庭園露天風呂。毎分1041リットル湧き出る温泉をライトアップの中贅沢に楽しめます。アルカリ性単純温泉のお湯はナトリウムイオンを豊富に含み、透明感のあるお湯が体を芯から温めてくれ、癒しのひとときを過ごせます。そんな高級宿座魚荘、気になるお値段はなんと11万円。楽天トラベル高級宿ランキング総合第1位、海辺に佇む1日2組限定の宿。やってきたのは沖縄県の北部今帰仁村。沖縄本島と橋でつながる離島小売島。エメラルドグリーンの海に囲まれた常夏の楽園。周囲およそ8キロ、人口360人ほどの小さな島では沖縄の原風景が色濃く残り、国内外から多くの観光客が訪れています。氷島、藤村さん行ったことありますか？ない。なるほど。宿見たいですか、見たくないです、どっちですか？見たいです。よし、じゃあ早速行ってみよう。レッツゴー。一個下なんですよ。こちらの方じゃないですか？こんにちは。いらっしゃいませ。お待ちしておりました。お待ちしておりました。評価が一番高かったということで、はい、今回来させてもらったんですけど、こちらですか？はい、こちらです。よろしくお願いいたします。すいません。おお見たいですか、見たくないですか？そうですか、見たいですか。じゃあ早速ご覧いただきましょう。こんな景色です。ズドン。わー。この後、宿泊客の 99% が満点評価をつけるナンバーワンの宿を大公開。見てください。澤部さんがここでもし倒れて亡くなったとしても、杖を墓標代わりにして
それだけは死ぬの厳しいよってことですね。7月7日のそうだどっかに行こうは、澤部は世界遺産を目指し日本三大荒漁に挑む。これうわ怖っ、怖い。標高1719メートルの山で待ち受ける数々の試練、澤部の運命は。落ちる落ちる、うわ山ちょっと待って、うわ落ちる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 。楽天トラベル高級宿ランキング総合第1位、海辺に佇む1日2組限定の宿。見たいですか、見たくないですか。そうですか、見たいですか。じゃあ早速ご覧いただきましょう。こんな景色です。ズドン。海を一望できるホテル&花ステイ。敷地にはレストランと2棟のコテージだけ。誰にも邪魔されずゆっくりと島の時間を過ごすことができる癒しのホテル。このホテルがナンバーワンたるゆえん、それは2013年4月から楽天トラベルで宿泊し評価をしたほぼ全員が満点をつけていること。口コミで特に多いのが部屋からの景色に感動したというもの。それではお部屋から拝見しましょう。もうコテージですね、いわゆるね。あ、そうですね、1棟は1棟1棟1棟で、はい、こちらがウエストルーム、はい、こちらでございます。ここがいい人ですか。じゃあ、せーの、ズドン。わーおー、いいね、いいね。ドリンクピーション。お部屋は紺碧の東シナ海を一望できる極上のプライベート空間。南国の空気を肌で感じ、絶景を眺めながらゆったりとくつろげる、多くの宿泊客が太鼓判を押す人気のお部屋です。夕日は見えます。晴れてる時は満天星空、はい、カップルとか、はい、夫婦2人でとか、はい、そういった感じですよね。記念日とかありなんじゃないでしょうかね。いいですよね。続いてお部屋と同様に評価の高いお食事をいただきます。どうぞ。おお、マジで？どうぞ。うわお、こんなところに鉄板焼き。お食事は海の見えるカウンターで鉄板焼き。地元の野菜を使った家庭料理や地鶏焼きをはじめとしたコース料理をいただきます。中でも特に人気なのが上質な沖縄県産黒毛和牛のステーキ。絶景とお食事を心ゆくまでお楽しみください。おお、鉄板焼きですね。おいしそう。大満足ですね。食べたい。仲間がレアですね。肉汁、あ、おい、甘い。なくなりました。めちゃくちゃおい、うわ、めちゃくちゃおいしい。肉汁がじゅわーって出てきました。これがこう、晴れてる時には景色を見ながら、もしくは夜は星を見ながら食べられるわけですね。さらに、お食事だけでなくお風呂も高評価。それでは、入浴です。こちらでございます。ズドン。うわレッツゴー。出ました、おじさん。見てください、こちらがこのホテル名物のオーシャンビューのお風呂です。わお、くわいや、気持ちいい。旅の疲れを癒してくれるのはオーシャンビューのお風呂。晴れた日の夕暮れ時にはご覧のような絶景を眺めながら至福のひとときを過ごすことができます。日本じゃないだろ。オープンな感じでお風呂が入れると言った感じですけれども、いかがですか。海辺に佇む限定2組のリゾートホテル、気になるお値段は。鉄板料理もいただけて22,500円。内村さん、
日帰りだなこれ。ヤフートラベル混浴部門第1位、奥飛騨の秘境に湧くエメラルドの湯。旅をするのはこの2人。あれデビスさんだ。俺の顔なんかふっくらした、ほっぺたもっちりしてない。いや、そんなことない。面白い顔だね。面白い顔のおじいちゃんたちがやってきたのは、城下町として栄えた江戸の面影を今に伝える観光都市高山。日本三大美祭とも言われる高山祭りをはじめ、飛騨大鍾乳洞や毎日開かれる朝市も有名。一体この町にどんなナンバーワン宿があるのでしょうか。いやー、バス見えてきた。本当に路線バス？路線バス当たってるから、デビスさんとロケするとこうなるのか。目的のお宿までは路線バスで移動。高山駅からはおよそ1時間、奥飛騨エリアを目指します。この番組のところでずっと続くんですかね。一応今のところは。ああ、デビスさんいっぱい番組いろいろ出てる中でどの番組が好きとかあるんですか。めちゃめちゃいないよ。俺はね、実はあんまりこういう旅物は好きじゃない。感じでもあるし、効率悪いし。やっぱスタジオがね、これ欲しいんですよ。スタジオで2時間ものでさ、この旅物のロケよりもギャラがいいんだよ。ギャラで仕事して。もうスタジオにいるタレントすごい効率よく稼いでるなって。そんな目で見てるんだ、こう。じゃあ冠番組もらえばいいじゃん。じゃあ、恵比寿さんの番組ね。どういうのがいい、バラエトーク番組がいいか、クイズ番組がいいか、歌謡ショー的な歌の番組。やっぱ歌謡ショーですかね。なんで？じゃあその歌手を招く、私がじゃあ歌手のゲストだとして、呼び込んでもらっていいですか。日本も夕暮れがちょっとやってきまして、そろそろ眠い時間とは思いますけども、ここで演歌の大物。出てきます。森進一さん、どうぞ。私だって。あ、そうか。ダメだこりゃ。そりゃ MC の仕事来ないもん。たっぷりですね。お風呂紹介してないじゃないですか。お風呂紹介してない。しない。この後。この後紹介しますよ。すごい顔してる。紹介しますよ。わかりました。じゃあもう一回中継で出てくるのね。ちょっと待っててくださいね。あ、やってくるのね、やっぱり。ぜひ、はい、次はね、鬼会にある絶対の。読み始めましたね。情報は必ずね、真面目な子だな、それ。はい、ありがとうございました。というわけで、この後は絶景露天風呂から中継します。とその前に、じゃらん高級部屋ランキング第1位、伊豆高原特別な日におすすめの極上宿。今回も謎の美女が1位の宿をしっぽりリポートします。お宿があるのは海と山を同時に味わえる伊豆高原。国の天然記念物大室山や白浜中央海水浴場など、夏に行きたい人気の旅行スポット。そんな伊豆高原にある高級宿とは、お迎えはなんとメンツ。贅沢気分を楽しみながら向かったのは、高級部屋ランキング第1位、伊豆高原にある大人のリゾート座魚荘。座魚荘、亡くなられた足元をお気をつけてくださいませ。すごい、顔見せないね。何この映像、全然見せない。何回か撮り直しましたねこれ。角度が。よろしくお願いいたします。館内には維持するのに月70万円ほどかけている生け花があるなど、旅人を最高級のおもてなしで受け入れてくれます。そんなお宿のお部屋とは、ここなんかおしゃれですね。掛け合って廊下で、あー広ーい、広い、
プールがついてる、そしてお待ちかね、夜は幻想的なひとときを過ごすことができる座禅僧の露天風呂を堪能しましょう。気持ちいい。こちらが座禅僧自慢の庭園露天風呂。毎分1041リットル湧き出る温泉をライトアップの中贅沢に楽しめます。アルカリ性単純温泉のお湯はナトリウムイオンを豊富に含み、透明感のあるお湯が体を芯から温めてくれ、癒しのひとときを過ごせます。そんな高級宿座禅僧、気になるお値段はなんと11万円。楽天トラベル高級宿ランキング総合第1位、海辺に佇む1日2組限定の宿。やってきたのは沖縄県の北部、今帰仁村。沖縄本島と橋でつながる離島小売島。エメラルドグリーンの海に囲まれた常夏の楽園。周囲およそ8キロ、人口360人ほどの小さな島には沖縄の原風景が色濃く残り、国内外から多くの観光客が訪れています。氷島、藤村さん行ったことありますか？ない。なるほど。宿見たいですか、見たくないです、どっちですか？見たいです。イエス。じゃあ早速行ってみよう。レッツゴー。1個下なんですよ。あちらの方じゃないですか？こんにちは。いらっしゃいませ。お待ちしておりました。お待ちしておりました。評価が一番高かったということで、はい、今回来させてもらったんですけど、こちらですか？はい、こちらです。ご案内いたします。すいません。おお見たいですか、見たくないですか？そうですか、見たいですか。じゃあ早速ご覧いただきましょう。こんな景色です。ズドン。わー。この後、宿泊客の 99% が満点評価をつけるナンバーワンの宿を大公開。見てください。澤部さんがここでもし倒れて亡くなったとしても、杖を墓標代わりにして、それだけは死ぬの？厳しいよってことですね。7月7日のそうだどっかに行こうは、澤部、世界遺産を目指し、日本三大荒漁に挑む。怖い。標高1719メートルの山で待ち受ける数々の試練。澤部の運命は。落ちる。うわ、やばい、ちょっと待って。うわ、落ちる。楽天トラベル高級宿ランキング総合第1位。海辺に佇む1日2組限定の宿。見たいですか、見たくないですか？そうですか、見たいですか。じゃあ早速ご覧いただきます。おいしい。びっくりですね。お風呂紹介してないじゃないですか。お風呂紹介してない。しない。この後紹介しますよ。すごい顔してる。紹介しますよ。わかりました。じゃあもう一回中継で出てくるのね。ちょっと待っててくださいね。あ、やってくんのね、やっぱり。ぜひ、はい、次はね、鬼会にある絶景の。読み始めました。情報は必ずね、真面目な子だな、これ。はい、お父さんありがとうございました。というわけで、この後は絶景露天風呂から中継します。と、その前に。ジャラン高級部屋ランキング第1位、伊豆高原。特別な日におすすめの牧場宿。今回も謎の美女が1位の宿をしっぽりリポートします。お宿があるのは海と山を同時に味わえる伊豆高原。国の天然記念物大室山や白浜中央海水浴場など、夏に行きたい人気の旅行スポット。そんな伊豆高原にある高級宿とは。え？お迎えはなんとメンツ。贅沢気分と2棟のコテージだけ。誰にも邪魔されず
ゆっくりと島の時間を過ごすことができる癒しのホテル。このホテルがナンバーワンたるゆえん、それは2013年4月から楽天トラベルで宿泊し、評価をしたほぼ全員が満点をつけていること。口コミで特に多いのが、部屋からの景色に感動したというもの。それではお部屋から拝見しましょう。もうコテージですね、いわゆるね。あ、そうですね、一棟一棟で、はい、こっちがウエストルーム、はい、こちらでございます。ここがイーストですか、じゃあ。せーの、ズドン、わーおー、わー、あ、いいね、オーリンコンフィグレーション。お部屋は紺碧の東シナ海を一望できる極上のプライベート空間。南国の空気を肌で感じ、絶景を眺めながらゆったりとくつろげる、多くの宿泊客が太鼓判を押す人気のお部屋です。夕日は見れます。晴れてる時は満天星空、はい、カップルとか、はい、夫婦2人でとか、はい、そういった感じですよね。記念日とかありなんじゃないでしょうかね。いいですよね。続いてお部屋と同様に評価の方を楽しみながら向かったのは、高級部屋ランキング第1位、伊豆高原にある大人のリゾート、座魚荘。座魚荘、座魚荘、座魚荘、お気をつけておいてくださいませ。すごい、顔見せないね、何この演出、全然いない、何回か撮り直しましたね、これ。角度が、いらっしゃいませ、よろしくお願いいたします。館内には維持するのに月70万円ほどかけている生け花があるなど、旅人を最高級のおもてなしで受け入れてくれます。そんなお宿のお部屋とは、ここなんかおしゃれですね、掛け合ってる丘で、あー、広い、外にプールがついてる、そしてお待ちかね、夜は幻想的なひとときを過ごすことができる座魚荘の露天風呂を堪能しましょう。あ、気持ちいい。こちらが座魚荘自慢の庭園露天風呂。毎分1041リットル湧き出る温泉をライトアップの中贅沢に楽しめます。アルカリ性単純温泉のお湯はナトリウムイオンを豊富に含み、透明感のある。すみません。おお！見たいですか？見たくないですか？そうですか、見たいですか？じゃあ早速ご覧いただきましょう。こんな景色です。ズドン！わー！この後、宿泊客の 99% が満点評価をつけるナンバーワンの宿を大公開。澤部さんがここでもし倒れて亡くなったとしても、杖を墓標代わりにして、それだけは死ぬの厳しいよってことですね。7月7日のソーダどっかに行こうは、澤部世界遺産を目指し日本三大アラビオに挑む。これうわ怖っ、怖い。標高1719メートルの山で待ち受ける数々の試練、澤部の運命は。落ちる、うわ、やめ、ちょっと待って、うわ、落ちる。楽天トラベル高級宿ランキング総合第1位、海辺に佇む1日2組限定の宿。見たいですか、見たくないですか、そうですか、見たいですか、じゃあ早速ご覧いただきましょう。こんな景色です。ズドン。うわー、海を一望できるホテル、アンドハナステイ。敷地にはレストランのあるお湯が体を芯から温めてくれ、癒しのひとときを過ごせます。そんな高級宿座魚荘、気になるお値段はなんと11万円。楽天トラベル高級宿ランキング総合第1位、海辺に佇む1日2組限定の宿。行きたい、こういうところ。やってきたのは沖縄県の北部、今帰仁村。沖縄本島と橋でつながる離島、小売島。エメラルドグリーンの海に囲まれた常夏の楽園。
周囲およそ8キロ、人口360人ほどの小さな島には沖縄の原風景が色濃く残り、国内外から多くの観光客が訪れています。氷島、藤村さん行ったことありますか？ない。なるほど。宿見たいですか、見たくないですか、どっちですか？見たいです。よし、じゃあ早速行ってみよう。レッツあちらの方じゃないですか？こんにちは。いらっしゃいませ。お待ちしておりました。お待ちしておりました。評価が一番高かったということで、はい、今回来させてもらったんですけど、こちらですか？はい、こちらです。